声に出して読みたい。言い出せてすっきりした言葉。話し合い編。お、お前の彼女のこと好き。向こうも俺が好き。唐揚げ編。すいません。唐揚げは一人二個までなんです。 すいません。僕、店の人じゃないんですけど。